すごい、この視聴者数みたいなやつ変わらないんだね。一回切ったけど。そんなこともあるんだね。ただいま。視聴者数。メロンパンナー、画面大きくなって見やすくなった、最高です。わーい、コメントしたら配信、そう、一回切っちゃったのよ。こんばんは。なんか顔暗くない？明るくない？まあまあ。何の話？となった、ごめん。元気ですよ。いいな、スタバの新作。違う、今日ねスタバ行ったんだけど、普通に違うの頼んで飲んだくらいに、あ、新作って思い出したの。めっちゃ忘れてて、すごい飲みたかった。これ発売、今スタバで新作のイチゴが出てるんですけど、シナも発売する前から絶対飲むって決めてて、今日スタバ行ったのにめっちゃ忘れてて、そう、もう完全に違うやつ飲んで食べて、あーってなったっていう話。まあでもさ、よく行くからいいんだけどまた飲みに行こうと思います。いちごしか買ったんって感じでそう、長いよねいちご。ちゃんスタバで糖質気にしません気にしませんね。
いいね、特会の日に飲むのもいい。でもね、あんま朝からね、まあ飲みたくないんだよね。朝はね、なんかシンプルなやつがいいからねって思うんだよね。お酒の糖質は気にするのにスタバはと西くんが気づいてしまってみたい。それはそう。いやでもさ、まあ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 いいやまあよくはないけど。ホワイトモカ美味しいよね。わかる。まだ踊れる？わかんない。踊れるでしょ。まだまだいけそう。でもなんか動いてないせいかわかんないけど、なんかもともと体硬いんだけど、シンナはまた余計になんか体硬くなったっぽくて、なんか急に関節っていうのかな、わかんないけど体が痛くなったわけだから、多分体が動かしてなさすぎて多分なんか固まっちゃってたんだよね。だからもうね、頑張って伸ばしてる。ストレッチしてます。今はマシになったけど、本当に痛くて。いや、これはきっと動かさなさすぎてるんだろうなと思って。そんな感じです。スタバは主食だから OK。スタバは別物。じゃあスタバはさ、一杯しか飲まんじゃん。だってそうじゃない？スタバ一気に2杯とかは飲まないわけよ。でもお酒はさ、2杯とか飲んだりするわけじゃん。だからね、そう、取ってる摂取量が違うからっていう話かな。筋トレはね、してませんね。そう、筋肉がね固まってるんだよね多分。でもね、体もともと硬いんよ。もともと硬いから、もともとは柔らかかったわけ。バレエやってたから。まあもともとのもともとって言っても、小学校高学中学年ぐらいの時に辞めちゃったから、あれなんだっけ、高学年かなぐらいまでは柔らかくって、そっからどんどん硬くなっていき、また最近硬くなったって感じ。そのため体が痛いです、死んだわだから毎日ストレッチしようっていうのを思っている。本当にね、痛いね。柔らかそうなイメージ。いや、めちゃ硬いんです。運動する場面もないわけよ、もう今。だから、本当に体は動かすのは歩くことくらいかなって感じ。なんか時間があったら、一駅分わざと歩いたりとかするようにしてるんだけど、その歩くの好きだからさ、ぐらいなの。だから歩くときにはさ、まあ一応全部の体は使っているものの、曲げたりはしないじゃん。だからね、ストレッチは大事だなって思いましたね。ジムとか行けばいいんだけどね、行くのがめんどくさくなっちゃうんだよね。アイドル時代毎日ストレッチ、毎日はしてなかったね。毎日筋トレしてた時期はあったけど、してない時は何にもしてなかったって感じです。筋肉量も減るからね。
運動不足なので東海でレンブルブルするだけ。でもあれもさ、まあ、みんなさんすごい歩いてくれて本当にありがとうございますだけど、すごい運動量になるよね。しーちゃん体型キープの秘訣は？そんなキープしてないけどね今はあんまり気にしてません。ジム行った日はスタバ OK の縛りを作る。いやそれは無理だなそれはちょっと無理だな。スタバはだいぶ飲みたいからなそう、普段の生活だと歩くくらいしかないで、ね、元気です。でもなんかさ、昔とかさ遠出とかしたりテーマパークとか行くとめっちゃ歩くじゃん。そのなんかスマホにさ、もともと歩数計とか入ってるじゃん。その歩数をね見るのが好きだった家に引きこもってる時は本当に何十歩とか2桁の時とかあったりする。まあそれはスマホを持ち歩かずに歩いてるとかあるからあれだけど、外に出かけた時とか遠出した時の歩数量半端ないなって思って、いや今日めっちゃ歩いたなって、すごい運動した気分になる。でも皆さんはきっとトーク会とかではすごい歩数歩いていただいているんだよね、きっと。え、家にいる時の歩数計見るとすっごい少ないもんシナは結構本当に歩くの好きなんですよ。夢の国より握手会とかの歩数多くていつも、やっぱそうなんだ。そうだよね、あのレーンをね歩くってなると結構歩数歩いてるよね。一日どれぐらいあってるの分からないですね。何考えて歩いてる？そんな音楽聴きながら歩いてるけど何考えてる？特に何も考えてないかも髪の色いい感じじゃない？これもう多分全部抜け切ってる色。でもシナはこの色結構好きなんだけど、でもねプリンになってきた気がする、若干。まあまあ多分これ以上抜けないって色もう今。プリンも可愛い。プリンわからないよね。まあそんな気持ちだから。まだいける。
か違う色とかさ入れてみたいけど、ちょっとブリーチ前回したのまた、だからちょっともうできないしばらくって感じに傷んでるから、次はもう明るくできないかなって感じ。何の音？爪の音かな。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。入れたよ、これさっき見せたんだけど、またインスタに載せますね。わりかし更新してるから今ちょっと止まっちゃった、また。まあわりかし、ちょっと明日は事件も暑くなるみたい。でも最近暑くない？今日もあったかかったし。うん、30度は夏だね。それは夏だ。ヒートテックとは友達。マジ？シナはね、もう半袖着てるよ。ね、今の季節が一番いいよね。わかる。夏は好きですよ。めっちゃ光飛んでた。いやでも昼間半袖だったらちょうどよくない？半袖にアウターを羽織ったくらいで。まあ夜とかは寒いけどね。その気温のねあれが難しいなって。しーちゃん日傘のイメージ。あーでも日傘も差すかもしれない。差してるわ、刺してる、刺してます。日傘も普段は刺すけど、でも日焼け気にして外に遊びに行かないとかはないかな。ね、気温差が大きい季節、あ、大きい時期夏生まれは夏好きになりがちなのか。どうなんだろう、わかんないけど、シナは夏の方が好きかな。まだなんか着込みすぎるのとかも大変じゃない？
何枚もさ着重ねてたりとかさ、寒いの本当に苦手なのよ。だからまだ夏の方がいいかなって思うけど、今の時期ぐらいがちょうどいいかな。ねえ、前回の夜寒かった。前回は寒かったっけ、覚えてない。日傘なくしたことあると思う。エアポッツなくした話したっけ。したか、したわ。してます。今はまだ春か。6、7、8が夏か。そっか、寒かったわ、半袖で。いつもあれ着てるんだよね。会場が寒いんだよ、トーク会のなんかわかんないけど。外の方があったかい時とかあるからさ。いいかなーって。なりますね。毎回羽織ってる。寒いんだよ会場。元気にしてますか。元気です。みんなさんが暑いんだ。みんな歩いてるからかな。すなわちはさ、ずっとさ同じ場所に立ってるからさ、動かないわけだ。だからかもしれうん、何時までやろうかな。10時ぐらいまでやります。1時間くらいかな、10時で。
紹介のスクリーン熱くなった。わかんない、なってない気がするけど、どうなんだ、ちょっと存じ上げませんね。それも知らない間に熱くなってる可能性はなくもない。眠い眠くないよ、起きてる、起きてはいるかしら。リップ水鏡、遠くか一部のしーちゃんの眠いテンション。いや、一部はさ、眠いですよね。眠たいときは、眠たくなっちゃうから。はい。一部はやっぱ朝早いじゃん。5時半から6時くらいに起きるんだけど、一部だったら。ちょっと眠たいよね。いつも睡眠時間はね、めちゃ日によるかもしれない、少ない時は少ないけど、でも結構ショートスリーパーかなって思うね。ショートスリーパーだけど寝ようと思えば寝れますって感じ。寝坊はしないから大丈夫。今まで仕事で寝坊したことないから。集合は早いのか分かんないんだけど、多分シナは家で全部用意してから出たいから早く起きてるっていうのはある。そう、急ぐよりも早く起きたい派だから、余裕を持ちたいタイプなんで、そう、人より多分起きるの早いかなって感じ。全然ギリギリに起きて会場で用意するっていうのも全然いいんだ。シナは家で用意するのが一番好きだから。そう家でちゃんと用意してから出れるように余裕を持っておきます。自分は絶えず眠たい、いつも完璧で現れるのに遅刻しないとか。そう、目覚ましがあれば起きれる。めちゃめちゃ目覚ましかけるけどね、もう数分おきにめっちゃやるね。時間に余裕がなくて急いで用意してるのがもう嫌なの。それを想像するのがもうああ嫌だってなるから起きる。冬は服は前日に用意するタイプ。まあ握手会の時とかは前もって決めてることとか多いけど、普段はその日の気分で決めたいから前もっては決めないから、だから結構服を選ぶのにも時間かかったりするから、そこがちょっと良くないよね。昼寝する全然します。昼寝もするし夕寝もするし全然する。小学生の頃からかどうかは分かんない、ちょっと覚えてないけど、でも学校とかも遅刻したこと、遅刻した思い出っていうの、なんていうの、なんだっけ覚えてる範囲内ではないですね。寝つきはね日によるかな。悪い時は本当に寝れないけど、最近はめっちゃ寝れる。すごく寝てます。
動画が全然楽しみすぎて夜しか寝れません。それでいい夜しか寝れなくていいんですよ何時に寝てる？何時に寝てるかな。めっちゃ早い時はめっちゃ早い、全然早くて遅い時はめっちゃ遅い。本当に決まってない感じです。余裕ないの嫌なのは時間きっちりしてる人の仕事。そうなのかな。まあでも時間きっちりしてるかな。まあしてる方だとは思いますね。したかったです。ありがとうございます。でももう今週末が最後なんですよ。15、16日間卒業したけど、これからどうしますか。まだ何も決まってないです。すごいトーク会とかでも聞いてくれるんですけど、みんな本当に何も決まってないから何も答えられないですね楽しく幸せに過ごせたらいいです頑張ってください。ありがとうございます。大会陸上競技 100m を頑張ってください。いいね、運動はいいよ。服は天気とかで、不天気とかで決めますかな。まあそうだね。しーちゃんが元気でいてくれたら嬉しい。元気です。ゆうちゃんね、カリカリしてる音が聞こえる。卒業してから別のアカウントで配信するとかないの？ショールームはないかな、わかんない。ショールームのアカウントの作り方とかもわかんないし、ショールームはやらないかなって感じです。はい、そう。でもインスタはやってるんですよ。だからインスタライブなら、まあ、いつでもできるよね。これできると思う。マスのねインスタぜひフォローして、待ってて、フォローしてもらえてたら通知が来るんかな、わかんないけど。でもさっきみんなインスタでも通知来るって教えてくれたから、来るらしいんで。はい、ショールームはもうあと3日で終わりなんですけど、来るんだね。あ、オンにしてたら、じゃあみんなオンにしといてくださいまあ近々はやらないと思うんですけどまあいつかやるかもしれないから、まあわかんない、やらないかもしれないけど、
かあんま見てない、あんま見てる人少なかったらまあ悲しいじゃんやっててもだから3だよね。フォローの数だけ来るよ。いやいや、インスタのね、インスタライブはグループの時もたまーにやったことあったんだけど、やっぱショールームの方がみんな見てくれるんだよ。あ、ラジオ配信とか。なるほどね、なるほどですなるほどです。新しいインスタ好きなアカウント体感更新してる説、いやそれあるよねそんなも思った。作り始めた時は結構更新してた。ゆうちゃんと伝説の頃、そうゆうちゃんとねインスタライブしたもうちょっとで終わりたいと思います。もう56分だ。57。最終的には幸せになってください。ありがとうございます。今日がラスト配信かもしれない。あー、どうだろう。わかんない。わからないんですけど15と16、かゆい。15と16日は今週末、あさってとしあさっては最後のトーク会があるので、まあ今緊急事態とか出ててあれなんですけど、気をつけて来ていただける方は気をつけて、ぜひ会いに来てください。皆さん今日はありがとうございました。まあいつも急なんだけど今日も急な配信見てくれてありがとうございました。それではまた会いましょう。また会いましょうって。またね。ありがとうございました。バイバーイ。またね。バイバーイ。